ボーイング737から500、ウクライナ国際航空は、ウクライナのキエフを本拠地とする航空会社。ウクライナのフラッグキャリアともなっており、同国最大の航空会社である。ボーイング737から800、ボーイング737から800、ウクライナが独立した、翌年の1992年10月1日に、設立。 1992年11月25日に運行を開始した。ウクライナで初めて外資の参入が認められた会社のうちの一つで、設立当初はウクライナ民間航空協会とアイルランドの航空機リース会社であるギネスピートアビエーションが出資した。その後、1996年にはオーストリア航空とスイス航空が900万ドルの出資を行った。 さらに2001年には、欧州復興開発銀行から540万ドルの出資を受けた。結果、オーストリア航空、欧州復興開発銀行が主な大株主となっている。2002年に、ウクライナ航空の倒産後は、ウクライナのフラッグキャリアとしての地位を継ぎ、アエロスビート航空と並ぶ、国内有数の航空会社となった。独立国家共同体諸国の中では、 最初にボーイング737を導入した航空会社でもある。当初は東ヨーロッパ、北、アメリカへの路線展開を含めた事業拡大を計画していたが、同じウクライナの航空会社であるアエロスビート航空が急速に事業を拡大したため、変更を余儀なくされ、西ヨーロッパへの路線運行に専念せざるを得なくなった。2013年には、 ウクライナ有数の航空会社であった、アエロスビート航空が倒産したことで、路線もを移管、北米やアジア路線も運航開始し、ウクライナのフラッグキャリアとして、ウクライナ最大の航空会社となっている。2017年3月現在。2020年1月現在、ハットウィアフリート、ウクライナインターナショナルエラインズ、ウクライナ国際航空のボーイング機、 イランで離陸直後墜落乗客170人から2020年1月8日、ロイター通信。ありがとうございます。